47都道府県ご当地グルメ食べ尽くし。なんだ、デデンデンデデンデンデデン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 。エビがね、多分2しかないのよ。なんで3本入れとかないんだよ。かき揚げ正解。よっしゃ。はい、ストップ。俺もかき揚げ食べたい。ハロつけ麺2ストップ。阿部ちゃん、はい、今日は全国47都道府県ご当地グルメ食べ尽くし。結構やってますね。そう、これ人気企画なんよ。素晴らしいことですよ。俺らも楽しいし、見てる方も楽しんでくださってる。そうやな、まだ自分の地域に来てない人とか。そう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 、もう行った人はもう見てないから。こちらにね、いつも通り47都府県入ってるんで、聞いた地域のご当地グルメをお送りします。はい、しょうちゃんに引いてもらおうか。はい、今回はじゃあしょうちゃんで。はい、うん、東京都ってまだでしたっけ。東京まだ。あー、そっかそっか。俺らの地域はまだ来てないか。来てないですね。大阪、山形、新潟。はい、うん、早いとこ東京引いときたいもんですね。東京は何していいか分からんけどな。さあ、君に決めた。なんだ、デデンデンデデンデンデデン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 。あ、来た。あ、来ただ。悪い子はいねえか。怠け者や。生ハゲだ。怠け者は、こういう生ハゲ。生ハゲ。生ハゲか。生ハゲって秋田ない。秋田。秋田はなんだ。秋田美人。いや、きりたんぽちゃんですよ。あー、そっか。きりたんぽ。きりたんぽが売ってればね、きりたんぽ。そうだね。思います。はい、よし、じゃあ探していきましょうか。はい、本日は秋田へレッツゴー。はい、ということで本日食べるものは稲庭うどんでございます。おーい、やったー。初うどん。初ですね、このご当地系でうどんは。あとね、こちらに天ぷらもありますんで。お、稲庭うどん。はい、行くか。はい、いただきますか。はい、いただきます。さすがにきりたんぽ売ってなかったんすよ、スーパーに。売ってなかった、うん、いやでもめっちゃいいじゃん。めちゃくちゃ今の季節、この暑い季節、ね、冷たいうどん、うん、このまま続く感じでいい。全然いいです。それがね、醍醐味ですから、こういううどんっていうのは。家族うどんだからな、うん、俺ら家族よ。よし、じゃあいただきます。うん、うん、めっちゃコシある、うん、ね、コシがえぐ。なんか久々にこんな冷たいの食ったから、キミるキーンってする。近く噛み出た。この細いのが稲庭うどんなんですよね、確かね。細長いのが稲庭うどんはね、武井絵美ちゃんの大好物なんです。高弘の嫁、結婚するときに武井絵美ちゃんのことは全部調べさせてもらいました。ふさわしいかどうか。高井のファンやったな。うん、高弘の大ファンだもんな。普通のうどんよりもすごいな、食感というか、コシがあってめちゃくちゃうまいな、うん、太い麺よりこっちの俺、中太みたいなのがすごい好みだな。ほんとにつけ麺の汁とかにつけても美味しそうだな。確かに。なんか秋田ってすごい寒いイメージあるけど、秋田でもやっぱ夏に冷たく食うもんなんかな。なんじゃない。そうですね、東北年中雪降ってるわけじゃないんですよ。まあそうやけどな。夏正直東京より暑いんですよ。へえ。そう、東京ビルとかあるから、うん、あっちないんで。秋田って東北か、翔ちゃんちの近くか。北海道の次に来たぐらいの、青森があった下とかだよね、うん、確か。なんかそんなイメージだな。地理があんまし詳しくないから。秋田県といえば、しんちゃんのお父さんの出身地ですね。あ、広島。うん、あ、広島秋田なんや。そう、お店は熊本で、春日部に住んでない。そう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 。珍しい家族だな。え、どこで出会ったんだろう。そんな絵とかあるの。はい、あります。東京とかかな、ハンカチを落とすんですよ、ミサイが、うん、それを拾ってみたいな感じですね。そっから出会ったんだ、はい、すごいザ・アニメというか漫画というか。っていう本当はあれだったんですけど、しんちゃんがタイムスリップしちゃって、そのハンカチをしんちゃんが拾っちゃうんです。で、過去が変わっちゃってみたいな。へー、はい、基本しんちゃんいろんななんかな噂あるよな、うん、ちょっと天かすを入れます。てか天ぷらみんな食わんの。天ぷら食うか。はい、天ぷら行きましょうよ。天かすもここに、うん、エビやっとく。エビがね、多分2しかないのよ。なんで3本入れとかないんだよ。あれはエビじゃねえやな。最初はグーじゃんけん、はい。え、でもリーダーどうしてもエビ食べたい。いや、まあ食えるなら食いたいけど、いや、まあもう負けたから、そこはまあ俺ね、エビより食べたいものがあるんだよね。俺もある。じゃあ俺がそれ次選ぶったらいいってこと。じゃあトレードしようよ。かき揚げ正解。よっしゃ。はい、ストップ。俺もかき揚げ食べたい。え、どういうこと。
どういうこと？俺正直エビよりかき揚げが食べたいなと思って。え、なにこれ、俺両方食わねってこと？いやいや、エビは確定で食える。あ、確定で食える、うん、じゃんけんする。そう、かき揚げじゃんけん。あ、ほんじゃ俺めっちゃいいやん。いや、まさか負けた方がエビってじゃあかき揚げじゃんけんいくよ、はい、最初はグーじゃんけん、はい。ありがとうございます。まあまあまあ、負けてエビだ。いや、エビ食えるんや俺今日。じゃあエビ俺いただくわ。すごい話が2点3点しましたね今。いや、みんなエビがいいのかなと思って。いやー、なんかボリューム的にかき揚げが一番多いじゃないですか。俺かき揚げがやっぱ一番好きだから。俺圧倒的なエビやな。あ、かき揚げ1個しかないよねやっぱ。待って、2個あったら話が違ってくるけど。あ、2個ある。おい、ちょっと待って、俺エビ食いたい、エビ食いたいです。え、エビ食いたい。もういいや、俺かき揚げていいっすよ。じゃあもうこのかき揚げはもう阿部ちゃん食ったらいいや。そう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 、さっき初めのじゃんけん買ったから。いい、俺エビオンリーでいいよ。だからもう尻尾だけちょうだいじゃん。エビいただきやす。うめぇ、うまい、うまいな。エビの天ぷらとエビのフライやったらどっちが好き？あ、でもフライかな俺。あー、俺天ぷらかもしれない意外と。俺もどっちも大好きやけど、強いて言えば天ぷらかな、うん、でもエビの天ぷらって結構食う機会あるけど、エビフライってないじゃないですか、なかなか。このなんか一人暮らししてると。まあ確かに、うん、エビのフライはやっぱタルタルとかかけたらめちゃくちゃ美味しいよな。うん、お兄ちゃん、俺かき揚げ食べていい？どうぞ。俺一番贅沢してるよ、かき揚げとエビも取れてんだよ。俺がまあ言って一番美味しかったな。まあね、負けたのに、じゃんけん負けたのに、うん、エビが食えたっていう。リーダー、かき揚げはいいの？かき揚げは全然、まあ好きやけどな。これさつまいももらっていいですか？どうぞどうぞ。この油が入るとまた美味しくなるよな。そう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 、めんつゆに。この前友達と花丸丼行って、友達のかき揚げちょっともらったんですよ。こんなうめえもんあるんだと思って。あ、そっからかき揚げ。そうですそうです。ハマったんだ。でかくて安いし、うまいし。ちょっとごま油入れます。そんな味変もある。そう、ごま油最強ですよ。ちょっと入れんの、ちょっと入れる。あ、ちょっと入れていいか。中華風みたいな。そうですね、なんかそうめんとかめんつゆが苦手な人でも食べれるようになるって。俺もちょっと入れてみよう。うん、うまい。ごま油うま。うん、うまいな。とりあえず、おけの中は、うん、カラリンチョです。インゲンちゃん、食べていい？どうぞ。どうぞ。言われてる。じゃんけん負けたのにいっぱい食ってる。元気か。うん。うん、この感触。ありがとうございます。よっしゃ。いやー、もう大満足です。うん。めちゃくちゃお腹いっぱい。飽きた制覇。はい。飽きた制覇です。もううどんは飽きた。お。さよなら。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。じゃあ、しょうちゃん、エビ食った後の尻尾だけちょうだい。うわ、それは気持ち悪い。気持ち悪いな。それは気持ち悪い。それちょっと嫌だ。